デュエルドリームは、コナミアミューズメントが開発したメダルゲーム。ロックステーション製で、筐体上部には、大型モニターが2台設置されている。大型モニターでは、バーチャルディーラー、コレットが、本物のディーラーのように実況してくれる。ジャパンアミューズメントエキスポ2022で、スマッシュスタジアムと同時に出展。計5回のロケテストの後、4月14日に正式に、 稼働開始、及び公式サイトがオープンした。E ・アミューズメントパスに対応。本ゲームは、先にも述べたようにロックステーション製で、大型モニターが2台搭載されている。2台のモニターを囲むように3ステーションずつ、配置されている。主なゲーム性は、つながロッタのようになっている。デュエルビンゴ、バトルシステムを搭載しない、ビンゴ、パズル、 ポーカーとなっており、カジノを連想させる。またジャックポットにも種類があり、それについても講述する。通常ゲーム、ジャックポット抽選共通で、ボールでの抽選を行う。抽選機構外側に吹き出し口があり、そこからボールを飛ばす。チャンスエリアに入り、チャンスエリア内の穴に入ると、抽選が確定する。最低8球抽選。SP ボールを獲得すると、二球追加される。 ボールを飛ばす抽選方式は、セガの銀河案のプラネットラッシュ抽選機を彷彿と、させる。まず、バーチャルディーラーとは、バーチャルユーチューバーの技術を応用し、遠隔操作することで、様々なライブイベントなどに対応した、CPU ではできない実況をしてくれるというもの。ディーラーキャラクターについては、今のところはコレットのみとなっている。バーチャルユーチューバーの詳しい内容については、 バーチャルユーチューバーを参照。デュエルビンゴビンゴパズルポーカージャックポットチャンスに挑戦するには、口術のビンゴゲームに挑戦、もしくは、稀に通常ゲーム中に出現する二次チップ出現時、抽選終了までに SP ボールを2級獲得する必要がある。スーパーデュエルビンゴ CPU の敵キャラの強さは1、1、2、3の順で強くなる。 プレイヤー側と同じく追加フリーをプラス1されるゲーム数が違う。また、スーパーデュエルビンゴ中は、プレイヤーは最低一つシンキングタイム中にフリーを置けるようになる。必ず、ゲームスタート時につきフリー番号ヒット時に獲得できるフリーが一つ追加されているため、ジャックポットチャンス1回目2回目共通で、ロケテスト参加特典として本機を プレーズミでスーパーデュエルビンを一度でも挑戦した E、いいアミューズメントパスをアニマロッタアニマと雲の体重にて認証するとアニマロッタで使用可能な星が獲得できる。また、ジャックポットを獲得するごとにアニマロッタのアイテムが付与される。1回目ジャイポ2020開催から1週間でロケテストが実施された。ジャイポ出展時と比べても変更点はない。2回目また、 追加で、ロケテストが実施されているが、前回ロケテスト時と比べて、ゲーム内の盤面のデザインとステーションモニター上部、及び、筐体上部の大型モニターに表示される、ボールのデザインが一部変更されたほか、コレットの変更点が2つあり、3から4回目前日の通り、大きな仕様変更が行われた。変更点は、ようになった。デュエルドリーム公式サイト四月十八日に、 コレットの声優が公開された。声優は佐藤さとみ氏。デュエルドリーム公式サイト内スペシャルページ、教えて。コレットさんのコーナー第12回コレットさんについて、もっと教えて。コナミ、デュエルドリーム公式サイト。2021年5月7日閲覧。リミテッド、コナミアミューズメント CO、コナミ、ジャパンアミューズメントエキスポ2020特設サイト。コナミ、 ジャパンアミューズメントエキスポ2020特設サイト。2020年7月16日閲覧。セガインタラクティブのエメ、バンダイナムコゲームスのバナパスポートカードにも対応。アミューズメント IC カードのみ対応。通常仕様のエメ、バナパスポートカードは使用できない。ライブイベント等の開催で、稼働している店舗のボルテージが最高潮になるようだ。他のキャラクターの詳細については、 まだ不明。本年度は2月7日と8日に開催。確認したのは、シルクハット、川崎大ステンにて、ロケテスト期間は2月14日から同月24日まで。川崎のシルクハット、デュエルドリームのロケでやってた、オンプ。2020年6月閲覧。コナミ公式サイトより、ロケテスト開催期間は7月30日から同年8月10日まで。 デュエルドリーム期間限定ロケテスト開催。2020年7月閲覧。日本語の発音と英語の発音の2種類に増えた。ありがとうございます。